はい、皆さんこんにちは、レガテドリーム塾です。はい、今日はブルーロックバローショーへの足技ご戦はい、ブルーロック擦りまくってますバローショーへ、はい、キングと呼ばれてる男、はい、覚醒してった時の足技がまたヤバいんですよ。今日はそれも織り交ぜながら、はい、やっていきたいと思います。バローに憧れてる方がこの動画を見てたら、はい、今回の動画を参考にして真似してみてください。はい、それでは早速やっていきます。バロー、やり方を説明すると、右足を後ろで左足を前に持ってくるようなイメージです。で、ここからボールがあるのに対して、まあ、ドリブルしながら一回こんな感じで一瞬挟むんですよ。挟んでちょっとこの右足を上にこうやって上げるとボールがこんな感じで浮きますよね。これをこの浮いたのに対して最後は左足のこのかかとの部分、まあ、この辺でもいいですけど、この辺かかかとの部分でこうやって上げます。上げるだけじゃダメなんで、それをちゃんと頭上を越すぐらいの高さまでやるには、挟む動作、上げる動作、当てる動作、この3つを同時にハイクオリティでやらないといけないです。だからこれかなり難易度高いです。バローのヒールリフトぜひやってみてください。足首だけを使ってここから、まあ、ちょっと浮かせます。で、これ浮かすことのメリットとしては、例えばディフェンスがこうやって足を出してきてもかからずに済む。もしこれがこうやって横に行こうとすると、もしかしたら相手の足に当たってしまうかもしれないところを、バローはここを浮かせて回避してます。その浮かすポイントとしては、つま先を使うんですけど、この辺ですね、当てるの。ここで、まあ、自分のちょっと外側にあるボールを足首だけでクイッてひねって浮かせます。で、この時のポイントとしては、こうやって持ち上げようとするんじゃなくて、スナップを効かす。スナップを効かすっていうのは、膝を曲げたところから伸ばした勢いを利用してこうやって浮かせます。だからこの膝の使い方大事です。膝を使って伸ばした瞬間につま先をボールの下に潜り込ませるみたいな。そうするとうまくこうやってボールが跳ねてくれるので、こんな感じで使えたりもするんで、つま先での浮かし技、いろんな場面で多分使えると思うんで、ぜひやってみてください。ここで普通のこういうようなシュートフェイントで逆に行くんじゃなくて、一回足裏でストップして、さらにずらしてそのままズドン。完全に相手を抜くっていうよりは、本当にかわすだけ、ちょっとずらすみたいな。ブロック来たのに対して一瞬止めてちょっとずらして、これだけシュートコースを作れれば、だからズドンですよ。で、この時も大事なのは、作るのが本当にシュートフォームを作ること。一回見てリアルさを作って止める。キックフェイントも一緒ですね。腕もちゃんと同じように上げながら止める。で、最後もう一回押し出すっていう動作を意識するとうまく使えると思うので、ぜひ意識してやってみてください。バローといえばチョップなんですけど、ここからチョップ劇場が開幕します。ポイントとしては、ただのチョップじゃありません。こういうチョップじゃありません。横に近い横からの前だから。ここがポイントです。
パスを出しそうかなっていう雰囲気もちょっと出しつつ、急にキャンセルする。で、ただキャンセルしてこっちに行くんじゃなくて、これを軸足の後ろからこうやってチョップすることによって、もっと切り返しが深くなるし、相手からしても予想外のところで切り返されるので、ここからこう来て横になるべく横に近いところにチョップします。この時のポイントとしては、インサイドの内側、ここを使うんですけど、ここで強めに弾きます。この辺でこの左足がこうやって残ってると足に当たってしまうので、ちょっとこの足を前にしっかり抜いてあげる。チョップだけでもできるようになると、これはロナウドとかも実践で使っているようにかなり実用的なテクニックなんで、ぜひバローチョップやってみてください。こっからゴールが本当にあんな感じであるとしたら、こっからバローはこっからクロス上げるふりをするんですよ、中に。だけどバローは自分で決めたいんで、ここからクロス上げるふりしてチョップしてシュート打ちます。それが入ると思わしのポストにガーンつって、はい、凪にそれはやりすぎだみたいな、バカ野郎みたいに言われるわけ。解説すると、はい、このチョップがさっきのドリブルの時に使ったチョップと違って、僕はこっちの方が使いやすいと思うんですよ。だってこうやってクロス上げるふりをしたら、それはディフェンスはやっぱりブロックもしないといけないけど警戒もしないといけないっていう迷いを与えることになるんで、ツー上げる本当にキックモーション入れながら最後後ろに通す。その後のこの切り返し、まっすぐにボールを追うことによって自分がいち早くボールに触れるっていうわけなんですけど、大事なのはこのキックフェイントのモーションと目線ですね。最初のまず本当にクロスを上げるふりをするなら絶対中を見ることが多いはずなんで、見てそこから自分が本当にクロスを上げるモーションに入りつつ、最後このチョップの瞬間にしっかりこの反対の足を前に抜いてあげる。これがそのままだと当たっちゃうので、このチョップの瞬間は同じようにここからジャンプさせて前に抜いて、そのまま逆足でシュートまで持っていくっていうようなイメージです。バローに憧れてる人がもしいたら、チョップをまず極めてみてください。はい、ということで5つ目はバローのショットフェイクチョップでした。ということで今日はバローの足技5000をやってみました。よかったら僕たちあのブルーロック再現するの得意なので再現してほしいっていう人がもしいたら、ぜひコメント欄で教えてください。チャレンジしてみるので、でもし解説が必要だったら、あの解説も得意なので解説やりたいと思います。はい、ということで今日この動画が良かった面白かったと思っていたら、ぜひグッドボタンの方とチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.